はい、皆さんこんにちは。元気なアジです。今日は9月の20日木曜日、時刻の方は16時26分です。さあ、今ね、話題といえばアップルの iOS、ね、バージョン12、これがまあアップデートで公開されてね、みんなお祭り騒ぎになってます。おじいもここ数日ね、あの大手さんのね、あの動画とかね、あと周りにいる方の情報でね、まあ、ちらりほらりと見ておりますね。でね、元気なおじいが持ってる iPhone、 これ、ね、今ここに2台あるんだけど、まあ、充電中なんだけどもね、はい、はい、おじいが持ってるのはね、iPhone5 です。ただのね、後ろに何もつかない iPhone5 ですね。で、iPhone5 と、iPhone5、なんだっけ、S だか C だか、までは、64bit ではないので、対象外ということでね。で、おじいが持ってる iPhone5、何もないやつ、あの初期、これは、バージョンが 10.33 で、止まってます。これが最新です。iOS11 でのアップデートも蹴られていました。これね、まあ、当時ちょっと悔しい思いしたんだけどもね、見せられたって感じで。だから今 10.33 で両方ともね、使っております。で、あとまあ、あのおじいを見てる皆さんご存知のようにね、あのまあ、こういう、まあ、端末をなんかちゃんと買うときにはね、あの世代遅れのものをもうびっくりするほど安い値段で買うか、例えばこのアンドロイドみたいにね、そんなに新しい OS じゃなくてもいいよってね、ただ使えればいいよって感じでね、でもメモリーは2ギガないと使い物にならないじゃんって感じで、で、8500円ぐらいで買ったね、この V580 ね、ブレード V580、これで今のところ元気なおじいも困ってはおりません。本当ね、アンドロイドでないとないアプリを起動したいだけなんで、これで全然間に合ってますね。それで、はい、アップルの端末をか、もう iPhone はもう買わないって決めたんだけど、iPad ね、これがものすごく周りですごくね、話題になってるので、やっぱり iPad いいよね、してね。どうもおじいはやっぱね、イケケン社にすごい影響されるんだよね。まあ、今のイケケン社はね、まあ、ガジェット系の情報よりもね、コミュニケーション YouTuber になったんでね。でも、おじいは、イケケンさんが紹介してるものっていうのは結構食いついて情報を見ちゃうんで、結構いろんなもの飛びつく原因になってるんだね。これもそうなんだけどね。で、iPad を買うときに1万円の差ですごい悩んだんだけど、やっぱりおじいが選択したのはね、最新の2018年モデルの iPad を買いました。やっぱね、こういうパソコンを買うときとか、まあ、こういう機材もそのシリーズもので買うのだったら、絶対にいいものを買っておいた方がストレスがなくね、気持ちよくで満足感もずっと続くし、やっぱりね、いいものはね、いいよ、本当ね。やっぱ世代遅れよりも、やっぱりこっち買ってよかったなってね、タッチペン、1枚もするペン使わないよねってね、使わないんだけれども、でもこれであることの喜びがすごく大きいです。あんま使わないおじいでも。あと、バッテリーが全然なくならない。何日間放置してるかな。インスタのチェックしかしてないんだけど、もうずっとかなり放置だよ。今ここほら2個バッテリー充電してるでしょ。で、アンドロイドも今充電し終わったとこなんだけど、これだけ何にも充電してないんだよ。もうどれぐらいほったらかしてるかな。これ最後に充電したのいつだろう。ほんと減らないんだよバッテリーがびっくりするほど。あれ、ほんといいよ。で、おじいのこの iPad ね、iOS12 がアップデートがね、お知らせ来てます、ちゃんと。で、おじいはね、すぐにアップデートしない。今まではすぐにやったんだけども、過去にステージアライブの時に、まだ6とかもあったんだよね。
で、アップデートが結構ポン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 ってこう来てる時に、あの時間かけてやった割にはバグがあって、ですぐにその修正版待ちってことで、まあ、数日後にはすぐにアップデートしたんだけども、まあ、その間困ったことがある。配信ができなくて、本当ね。で、まあ、今はもう生配信やってないからパソコンで YouTube アップできるから全く困る環境はないんだけど、あの何かしらね、ちょっと待ってからで騒いでる人いないかな、大丈夫かなって感じで、それでそれからちょっとしてからね、おじいはアップデートするようにしてる今はね。だそれはね、あの真っ先にやればね、話題にもネタにもなるんだけど、まあ、ちょっとね今ね石橋つついてるところですね。でそんなわけでね、 iOS の12はね、もうちょっとしたらおじいもやってみたいなとは思ってます。で今困ってないんだよね、このまんまでもね。でおじいが12にアップデートしようかなと思ったのは、まあとあるね有名な YouTuber 様でね、あの赤い眼鏡をしたねおばちゃまがいるんだけどもね、iPad iOS 12したらね、いや iPhone だった、 iPhone 10だったつってね、うひゃーつってね、今までこっちとこっちの使い分けで、ここの操作の出方が違うからさ、ちょっとややこしかったんだけど、あ統一したよってね、うわーなんつってさ。でおじいはこの古いこれしか持ってないから分かんないんだけど、でもまあ、何のことか分かんないけど、とりあえずなんか統一することによって、あれ、あこのことか、うん、ちょっと待って、どれだ、ちょおじい、これあもう結局あれ画面暗くなっちゃった、これどうやって戻すの、画面暗くなっちゃった、今なんか今パッと押しるうちにすっげえ画面暗くなっちゃった、あれあれれれれれ、ほらすっげえこれ前もなっちゃったんだよ、これどうやったら戻んの、使い方分かんねえんだけど、これが iPhone と同じになるんだったらすごくいいよね。そう、確かに、あそうか、ここで出てこないから、だからこれが特徴なんだね。これちょっと困ったな、これどこで直すんだ、これめっちゃ暗くなっちゃったんだけど、どこ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 、なんとかモードになっちゃったんかな、違うな、ナイトモードじゃない、これどこであれなの、明るさ、ほら めっちゃ暗くなっちゃった、どうしたらいいの分かんない、使い方が分かんない、なんかたったのこうしやってただけだよね、おじい今ね、それで暗くなっちゃったんだよ、 おじい何悪いことした、うん、なんか悪いことした、おじい、おいしょ、あ、わかんないわかんない、あもうカメラになっちゃった、ほら押しても戻んない、これね、ほらで今戻った、この反応が悪いんだよこれ、こっちの iPhone の古いのが反応が悪いのはしょうがないんだけど、反応が悪いんだよね、戻るのがね、これも良くなるのかな、とりあえず暗くなっちゃった、うん、じゃあしょうがない、これはおじいが iPhone みたいにこうやって操作で勝手になっちゃったから、まあ、そういうのが iPhone と同じになるんだったら、じゃあアップデートしようかな、じゃあ、うん、アップデートしようか、じゃあダウンロードとインストールを押して、で同意する、同意する、ね、利用規約同意して、でどうするの、今アップデート中なのかな、どうなってんの、残り時間を計算中ってことだからね、これでバッテリー容量が少ないと切られるんでしょ、バッテリーがね、まだ全然残ってるから、60何パーセント残ってるから、うん、おじいの記憶にないぐらい昔に充電してまだ残ってる、信じられないけど、ね、じゃあこれこのまま放置しておきましょう、はい、そんなわけでね、まあ、ちょっと予定になかったんだけど、急遽アップデートすることにしました。アップデートなんて急いでやんないったっていいんだよ。今使えてれば問題ないんだから、安全になってからね、アップデートしようねっていう、そういう動画だったんだけど、やっぱこういうの嫌じゃん。なんか、勝手に暗くなっちゃうとかさ。それが、iPhone と同じ操作になるんだったら、こういうミスもなくなるだろうからね。うん、とりあえずアップデートをしました。ミミちゃんも、そうだ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 って言ってるね。はい。
そんなわけで、また結果は改めてね、動画の方に残したいと思います。おじいでした。またね。バイバイ。ぴょぴょー。